若宮神社は、静岡県静岡市清水区神原にある神社。山部赤人祭神は、山部赤人であり、万葉集に収められる。田子の裏いうち入れてみれば真っ白にぞ、富士の高根に雪はフリケルの歌が同地にて読まれたことが、由来であるとされる。また、当歌に関連し、この花の咲くや姫命の地も祭神に連ねる。創建は不詳であり、元は、若の宮や。 若宮浅間社と称された。戦国武将である織田信長は、公衆征伐の御中道王館を用いて、海護国から駿河国に入り、天正10年4月13日に神原を通過している。その様子を、信長後期巻十五は、しばらくお馬を立てられ、知人に吹き上げの待つ六本松和歌の宮の司祭、お尋ねなさりとあり、織田信長は、 和歌宮神社の詳細を尋ねたとある。はぐら感動が記した、天保九年成立の、東悠悲劇に、三杯、低貫原、越赤人ほこらほこらや牧祖、ハイモ、竹神、高岩区和歌宮、今作和歌宮古多鹿、はぐら感動、東悠悲劇と、漢文で記され、貫原に、山部赤人を祀るほこらがあると記している。感動はこのほこらについて、元は、 若宮をこうとしていたが後に若宮をこうとするようになったと説明している。また慶応四年の資料に中高にイタリアカヒトの木造に石体を添え若宮を若宮浅間と改めこうとあるといい、後世に浅間信仰を含めた社になったと考えられている。少なくとも近世において宮寺は代々稲葉氏が務めたといい、駿河期には新寺志公州一宮より来るとある。 寛永11年から明治38年までの胸札と官主、奉納者が記されているお胸札略記にも代々稲葉氏の名が確認されている。稲葉氏が宮司を務めた背景を、神原町詩等では、武田信玄の駿が進行以後の動向に求めている。武田信玄は、永禄十二年4月18日、万沢東と海守るに神原を治療しているが、その万沢氏は、 穴山信君の重心である。穴山氏の本拠に位置し、神主の家柄である下山の稲葉氏が選ばれたという背景が想定されている。海の国の歌人である春日正和が読んだ和歌を収めた春日正和歌集に、歌集完成6年という万葉仮名を用いた和歌群が収録されており、その資料中に、天明6年7月駿河国井原軍、 カンバラ村チグ大名神奉納十二種内とある。このことから天明六年に、春日ガマッサーズからは和歌を、和歌宮神社に奉納していることがわかる。また、別資料に、駿河国井原郡カバの元郷地宮大名神、奉納家十二種があり、その序文である、地宮奉納歌の序には、以下のようにある。内縁する駿河の国、田後の裏の辺のカバの元郷なる、和歌宮の神社は、 山部すくね赤人の霊を祀ると名む。この神社に使えたて祀る、棒主の小津古、志のまにまに万葉集の中より各数四十、世の歌押しも書き集め一貫と名もなせりこの記述から十二種が奉納されたのは天明六年秋八月であり、文自体は萩原元勝の手により記されたということが判明している。これら資料から近世以前より、 若宮神社はすでに山部赤人を祭人としており、また当神社が和歌と関係が深いということが認知されていたことを示している。また万葉集に造形の深い春日照あずや萩原元からは山部赤人の歌における田子の裏の所在地をカバの元凶としている。ありがとうございます。